はい、どうも、リッチです。さあ、今回もワールドボックス遊んでいきましょう。さあ、今回はね、バイオームの侵食度合いを見ていこうと思うんですが、さあ、一応ね、ほとんどのバイオームを用意しまして、侵食もつけてますと。そう、ここはね、まだ弱いんで塗っておきますが、基本的にね、バイオームが異なる場合ね、こうやって、まあ、相互に侵食し合っていくと。これね、今ちょっとずつ変わってますけど、これは、バイオームによってスピードが異なるみたいなんですけど、まあ、このね、8個のバイオームの中で、闇と煉獄と湿地帯は、まあ、拠点作るのに適していないというところで、例えばこの湿地帯がですね、こうあると、ここね、ここに今拠点が作れないわけですね。こうやってバーッと。こうやってまあ、消えちゃったりすると。湿地帯の侵食度合いによっては、これは、湿地帯の逆が熱帯か。熱帯ベースにしてるんですけど、まあ、どっちが勝つのかというので、この拠点のありようがね、変わってくると。で、この湿地帯はですね、ちょっと置けないかな。ちょっと一瞬国作ってほしいですけど。厳しいか？もう一回作って、もう一回。誰も作れないか？あ、おっと、消えちゃうね。作ります。ここにね、ボート置けばわかるんですけど。じゃあこれね、動けないです。もうちょっとなんかアクションが欲しかったけど。引っ張ればわかるかな？もうちょっとなんか、湿地帯が強い場所、ないか。まあ、これでわかると思うんですけど。ちょっとまあ、じゃあ水を得た魚にしますね。かと動くんですよ。これね。ここは動けないと。まあ、これ以外の船も同様かわからないですけど、まあつまりね、湿地帯は水なんだけど、船が入れないという作用があるみたい。でも入れないというかね、こう元々いる場合はね、こうしょうがないけど、後から入れないっぽいんですね。ちょっと、それをもっと詳しく、ここいらで見ようかな。所属船を1個作りますね。で、湿地帯を作りますと。バーって書いてあってね。だこれだけだと、まあ砂地があるんで、浅瀬かつ、湿地帯ね、にしてと。でこうすれば、まあ段差があることがまあわかると思うんですけど、ちょっと来てくれ。君ね。じゃあ、こっから入れればいいんじゃない？無理かな。うまく。ああ、いかないか。よし、ちょっと、さらにですね、この船ね、申し訳ないですけど、加工してもらって、出れなくしよう。これも入れないことがね、もう、いろんな方法で今証明されていると。うまく湿地帯で囲めば、まあ、こう海からね、こう侵入ができないような場所ができて、例えば、まあ、でっかい大陸の一部に湿地帯で囲われた場所があれば、それをバイオーム固定してしまえばですね、入れない。もう陸地でしか行けないみたいな、秘境のね、アマゾネスの国とか、ね、部族の国みたいな、できるよと。で、まあ、ちょっとここね、時間経ってますけど、徐々に湿地帯のね、割合が小さくなってます。まあ、コメントでも、ね、教えていただいたんですが、まあ、バイオームによってかなり侵食のスピードが違うというところで、まあ、この、ジャングルはそんなに高くないんですね。高くないんですが、それでも湿地帯というのは弱いというのが今分かったと思います。まあもうちょっとね他のバイオムで比べていきますが、まあここは多分勝てるよね、普通に。まあでもちょっとね、じわじわと取っていってもらおうと思いますけど。だ湿地帯の方が面積多いくらいの方にした方が分かりやすいかな。で、ここね、これ、まあ奇跡の島と私は呼んでるんですけど、ここもこうやってバーってやりますと、ここ侵食範囲でほら、こんな感じですぐに干上がっていきます。これがね、どう見たって差があることが証明されてるわけですね。ここね、もう一回見ますと、もうほぼないですかね。だから徐々に消滅していくよと。で、これはね、この、闇地、闇の土地においても同様に、すごい勢いで、再生していきます。まあ沼もね、一応侵食はしますけど、まあ、確実にね、埋まっていくので、土地が変わっていくことがわかる。ここも同様にね。この奇跡、煉獄、闇に関しては、必
かなりの回復能力あるんだよと。で、ちょっともうちょいね、土地を広げて、比較してみようかな。すべてのね、土地を一緒くたにしてしまうみたいな。こうやってバーってつければわかるかな。まあちょっと国がね、できつつある中、かわいそうですけど。ここにね、魅力的な奇跡と、上に闇落ちと、もうちょっと話すか。この辺かな。繋がらない程度にね。バイオムは超えてはいかないんで。これ煉獄さん入れると。こうすると北から闇、下から奇跡、右下から煉獄が迫ってくるようなイメージね。で、こうした土地がどうなっていくのかと。ちょっとね、そこだけ見ましょうか。まあ、沼地がね、これ最初のバイオームに関しては、ちょっと他もあるんで、ね、戦ってますけど。徐々に後退してることは分かりますね。徐々にですけど、かなりゆっくりと減っていくと。で、魅力的な土地はほぼもうなく、あとは闇地ね、ここももうないと。煉獄の方が早いのかな？ちょっと、ギリギリまで増やす。もうないんじゃないかくらいの。もうないんじゃないかくらいペースでいきますか。もうあとちょっとでなくなるよみたいな煉獄が。そのリカバリー能力を示そう。もうこれからいっちゃっていいでしょ。これで勝ったらね、もう煉獄のこの種がね、バイオームがいかに強いかわかりますね。まあ、バイオームが強いってちょっとね、謎の単語ですけど、これだけね、変化が起こると。さあ、ちょっとの煉獄でしたが、かなりね、吸収されていっています。まあ、このペースを見るに、まあ、時間の問題だろうということはもうわかりましたね。ここまあ同様かな。どんどんいっちゃう。もうこれからいっちゃっていいか。もっといける、もっといける、もっといけるよ。1個とかでもいけんじゃん。それは無理かな。あとはなんか腫瘍みたいなね、増殖する生物のようにすごい勢いで増えてくるという感じね。まあこれはもう証明されたでしょう。で、ここね、今進めていますけど、ちょっとじゃあね、まあ今回このバイオームの変化ってとこをね、見ようと思ったので、こう進めてきましたが、沼がね、一応テーマです。また次回そこで行きますけども、このね、煉獄、奇跡、闇、これらを繋げちゃってですね、どうなるのかっていうのを見てみようか。こうすればいけるでしょ、だってね。バイオーム戦争です。どこがどうね、吸収されていくのか。よし、ここで見ておきますかね。しばらくね、この発展の度合いにね、お付き合いください。さあ、失念してましたね。戦争が起きるんで、ちょっとバイオームがぶっ壊れると。それ前提のもとなんで、ちょっと侵食がね、ぬるいかなと。まあ、ただこうね、途中にこういった闇の島大陸があると、ここで戦いが起きた場合にね、どん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 と、ね、死の軍団が増えてしまうと。これ一つ面白いかもしれませんね。で、この煉獄のとこに関しては何も別にないんで、ただなんもないね。というとこができてる。で、上の方もそうですけど、まあ、ちょっとね、不吉な場所があるっていうのはなんか RPG ファンタジー世界的な感じで。ね、このバイオームっていうのはやっぱ、このワールドボックスってやっぱファンタジーなね、世界が売りなので、一つね、テーマを分けて大陸作れるのは面白いのかなというのをちょっとここで再確認できましたね。で、沼が地味に全滅はしないね。ある程度残ってるのかな。まあ、この、
土地に対してっていうのはついてるんだろうけど、ここもちょっと残ってますもんね。だ完全に消すんなら、魅力的、魅力的闇煉獄じゃないと消えないかな。菌類とか見てないですけど、まあ、大体その辺が強いのかなというとこですね。この辺どんどんね、モンスター増えてますけど。いいね、こういうとこね。で中間なかなか消えませんでしたが、どう、これって伸びたのかな、伸びてるか。ちょっと。魅力的は広がってる気がする。煉獄も、一応広がってますけどね。まあ、消滅まで至ってないかな。この辺でまあ攻めぎ合ってるというくらいで、まあ、侵食したり、まあ、消えたりとか、あるんでしょうかね。まあ、この今5倍速ですけど、なかなか簡単な広がんないね。うん、消したりされ合ってると。まあ、一つわかるのは湿地帯は弱いと。まあ、一番弱いんでしょうね。このように消えていく。まあ、伸びてもきますけど。という中で進んでいくよと。さあ、世界各国ね、戦いが一応なんか起きちゃってますけども。全部この年やったらどうなんだろうね。まあ検証というかね、やった時に、普通の人間の国だと、まあ消えちゃいましたけど、さっそうとね。うまくなんか人間が反映しながら、これ木とかはあるから、ね、資源的には困らないんで、この地獄の土地で戦って、ね、モンスターも増えながらみたいな、ちょっとそういう世界もまた作ろうか。今回ね、ちょっとバイオムの強弱関係部分ですね。まあ、トップ3のバイオムと、ワースト1のバイオムがあると、侵食に関しては。